こんにちは、りょうこばあばです。今回はですね、試作でくまさんを作ったんですけどね、最近こう編みぐるみはなんか全然作ってなくて、いや作りたいなと思いつつ、他のことね、他のもの編んでたらなかなか編む機会がなくて、やっぱりこう編むには目数をこう考えたりとか、バランスを考えたりして、なかなかこうねスムーズにこう編めないので、時間かかるので、編みたいなと思いながら他のことをね、他のものを編んでたんですけども、今回ねレース糸の30番でクマさんをね編もうかなと思って、試作でこんな感じで編んでみました。でこの糸は30番のレース糸なんですよね。こんな感じで大きい巻きなんですよね。この糸は舞師さんからねいただいた糸があったので、早速ね使わせてもらったんですけども、と全体はこの糸ですね。水マリンブルーみたいな感じかな。この糸は綺麗な かわいいね、綺麗な色だったから、ちょっとクマさんにはね似合わない糸かなと思ったんですけども、ちょっと編んでみました。それとこの先ですね、手の先とこの足の先はアイボリー、同じこう30番のアイボリーで編みました。でエプロンは同じ30番のこれ真っ白ですね。全部レース糸の30番の3色マリンブルーみたいな色とアイボリーと白ですね、ホワイトで3色で編みました。この鼻のところもアイボリーですね。と鼻のここの先と口は刺繍糸ですね、刺繍糸の茶色で縫い付けて仕上げました。で目は、6mm かな、6ミリの刺し目ですね。5ミリをしてたんでしたんですけど、やっぱりこうクリクリっとしたね目が可愛いかなと思って、5ミリの刺し目と比べてみたら、やっぱり6ミリがね可愛かったので、6ミリの刺し目で目をね刺してみました。あ、尻尾は作ってないんですけども、この目数をねもう顔の部分を先に作って、体をこうこの目数でこう編んでたら、編んでつけようとしたら、なんとなくこう顔の大きさがちょっとちっちゃくて、これはね編み直しなんですけど、最初にね編んだのがあるのでちょっと持ってきますけど、最初こんな感じで耳もね編んでたんですよね。でこの顔に対して、耳は大きさ的にはいいんですけど、この体に対してこんな感じで全然大きさが違うんですよね。だからもう少し顔も大きく編みたいなと思って、目数を増やしたり段数を変えたりしてね、なんかもう2個目をこれ編んで、耳も大きさも変えてで編んだんですけど、やっぱりこうどっちから編むかですよね。最初は頭から編んで、下からまた足の方から足をこう2つ編んでつなげて、体を編んで、下からこうね足をつなげて体も編んでいったんですけど、もうバランスが全然違くて、違うので、また顔を編み直さんといけないなと思って、目数を増やしてね編んだり、手の大きさも目数をね2回減らして、2回ここ2箇所でこう減らして、ちょっと細くつける部分をちょっと細くして、こんな感じで編んでつけました。こうバランス的にはね今回良かったかなと思って、もうなんか体もね何回も何回もこう編み直し、もう今回は本当やっとこう
納得のいく熊さんの編みぐるみができたんですけど、なかなかね、目数でこう目数を紙に書きながら、ちょっと違うね、もうちょっと目数を増やそうかなとか、いろいろ考えながら編んだので、こっちの頭を編み始めたのが昨日の夜からで、結局今日一日がかりで編んだんですよね。もう今夜なんですけども、こんな感じでね、納得のいく熊さんに仕上がったかなと思って、次はメモにね、編み図とか書いてるので清書して次編もうかな、次ねまた編もうかなと思います。今日はね、こんな感じで編んだ熊さんをご紹介しました。一つ編むのにね、何点か編んで紹介したかったんですけど、もうこれ編むのでもう一日がかりで編んだので、ちょっと数的にはね、これ1個になってしまったんですけど、清書して次清書してから編み方をアップしようかなと思います。可愛いですよね。やっとこう納得のいく熊さんができました。熊さんもこう目の位置とか口の方とか全然違いますよね。以前編んだクマさんここにあるんですけど、編み方一緒で糸のね大きさを変えただけで編み方は一緒です。こっちが30番のレース糸で、こっちが40番のレース糸でね、編み目も同じで編んだんですけど、顔の表情をこんな感じで作ったらまた全然こうね、同じクマさんでも違いますよね。私的にはこっちのクマさんが可愛いなと思って、可愛く可愛くちょっと今回は仕上げたかったので、こんな感じに作ってみました。エプロンもね、最初何もつけないでそのまましとこうかなと思ったんですけど、なんかエプロンつけたいなと思って、エプロンつけたがちょっと可愛いかなと思って、急遽エプロン編んでねつけたんですけど、まあエプロンはね取り外しできるんですけど、結んでるだけだから。こんな感じで今回は可愛い納得のいくクマちゃんができました。ではね、編んだものでも1個ですけど、今日はねこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。